新世界は山下澄人による日本の小説作品。新潮2016年7月号に掲載され、2016年10月31日に新潮社より単行本が刊行された。2017年第156回芥川賞を受賞した。高倉健やブルース・リーに憧れる役者志望の主人公澄人は2年間自給自足的な生活をしながらシナリオ作法や演技を学ぶ演劇塾国を主催した脚本家先生がシナリオを書いたテレビドラマの主題歌を道中のカーステレオで聴いても何の曲か思い出せないことを乗り合わせた同期生たちに驚かれる。澄人は農作業中に倒れたり、先生に褒められたり叱られたりしながら、国での生活を郷里にいる、天という名の女友達に手紙で知らせる。天には恋人ができ結婚し妊娠する。同期のマーコさんが退塾する。残された澄人や塾生たちは、年末年始の様々な余興やプレゼントの制作に追われながらも、農作業と受講の日々を過ごしてゆく。澄人は、同齢の恵子と一緒に、地元の成人式に参加した後に、国でも成人式で迎えられる。ある夜澄人は、国に皆で建てたはずの建物が消え、ないはずの建物がある、という光景を夢に見る。夢に出てきた黒い服の男は、俺はお前だと言った。卒業した前期生と別れた澄人たちは、彼らが生活していた棟に移る。ベンさんという従順なタイプの塾生が、個室に住むことを頑固に主張して、金で個室を譲ってもらおうとしたことに、澄人は驚き、戸惑う。次期生が訪れる前の月よ、澄人の同期生たち全員が誰からともなく自然に、勢揃いして、卒業式で涙を見せなかった職員たちの本心や、国の行く末について語り合う。澄人は、もう一年、国で暮らし、そこを出る。肯定的評価、中立的評価、否定的評価。ありがとうございます。